はい、こんにちは。今撮影をしております11月18日にポケモンサンムーンが発売になりましたんで、今日はそれを帰りにポケモンセンターに行ってまいりました。で、同時に出てた、カードとかも買ったので、今日は純粋に買ったものをね紹介していきたいと思います。まずカード関連からいきたいと思います。まずはこちら、ポケモンカードゲームサン&ムーン、新しいシリーズですね。サン&ムーン、ピカチュウと新しい仲間たち、これもサンムーンと DS のソフトサンムーンと同時に今日18日に発売になりましたので購入をしました。ピカチュウとサンムーンの御三家、モクロウ、ニャビー、アシマリがセットになったカードになってます。こちら金額は、324円でした。で、それからあとこちらもサンムーンのデザインのデッキケースとシールドのセットになってますね。この新しい主人公とアローラかな、ローラの背景の絵柄のどっちも同じデザインですね。デッキシールドと、あ、デッキシールドとデッキケースで、デッキケースの裏は御三家が書いてあります。ちょっとこれ値段が分かんなくてレシートに記載されてないんでごめんなさい、値段がちょっと分からないんだけど600円ぐらいかな。デッキシールドは64枚入り、デッキケースは仕切り板が2枚入ってます。あ、デッキケース横はちなみにこんな感じですね。開けないけど逆は男の子のトレーナーですね。はい。で、新しく出たサンムーンのシリーズのものは以上になって、他にもサンムーンの新しいやつでクリアファイルとかノートだったりとか T シャツとかいろいろもろもろカードゲーム以外の商品もねたくさん今日発売になってたんですけども、まあ欲しかったけどちょっとお金もかかるんで今回は見送りにしました。また欲しかったら買うかもしれません。あとはこれ、マリオピカチュウとかいうのが少し前にグッズがね発売になっていろいろ発売になってたんだけど、ここでもこのカードとコラボしたマリオピカチュウのカードが出てて、これも、買ってなかったんで今日一緒に買いました。マリオピカチュウスペシャルボックス、これ一つ1620円ですね。こっちはルイージピカチュウスペシャルボックス、ともに1620円ずつです。で、セット内容は、プレミアムカードルイージピカチュウ、それからオリジナルキラーカードマリオピカ、ルイージピカチュウか。で、デッキケースが1個、シールド64枚が1セットで、これがカードボックスというセットになってますね。お互いにね、これもちょっと発売からタイミング逃しちゃったんだけど、こんな感じか。中身はまた機会があればこれも開封をやりたいと思います。はい。で、カード関連で買ったものは以上になります。はい、次はいよいよポケモンサンムーンをご紹介したいと思います。実際わざわざポケモンセンター行ってきたんですけど、サンムーンは予約してて、で DS の限定デザインの本体も一緒に買ったんですけども、本体を一緒に予約すると店頭受け取りができなくって、自宅配送のみしか選べなくなるので、実際今日ポケモンセンターにわざわざ行ってきたんだけど、サンムーンのゲームソフト本体、ゲームソフトはと本体は実際郵送で家に届きました。ポケモンセンターから直できたのかな、アマゾン経由なのかな、ちょっと分かんないけどポケモンセンターから届きました。箱は、ポケモンセンターのデザインの箱ではありませんね。普通の茶色の無地の箱になってます。それでは早速開けていきたいと思います。ダブルパックに限定デザインの DS を両方とも何か購入したと思います。はい、そうですね、納品書が
ありました。はい、買ったものはニュース任天堂 3DSLL、 ソルガレオ、ルナアーラブラック、それから同じくニュー任天堂 3DSLL、 ピカチュウイエロー、そしてポケモンサンムーンダブルパック、あとは、特典でポケモンセンターオリジナルフィギュアのソルガレオとルナーラが1個ずつ、それからアートブック、そしてソルガレオルナーラブラックのテーマとピカチュウイエローのテーマ、これは、ゲーム内でもらえるテーマですね、になってますね。はい、では実際実物を見ていきたいと思います。はい、まずオリジナルフィギュアルナーラが1つ、ルナーラは細い、そしてソルガレオが1つ、箱のサイズはだいぶ違いますね。そしてこちらが、はい、こちらが、ポケモンサンムーンのダブルパックです。はい、主に一応サンの方をメインでプレイしたいなと考えてまして、まあプレイした動画もまたちょこちょこ動画の方にもアップしていくかと思います。まあいろんな方がねすでにやられているので、そこまでもしかしたら全部動画にしないかもしれないけど、まあちょこちょこやりながらアップもしていきたいと思います。はい、そしてダブルパック購入すると、もらえるアートブックです。もともとなのか発送途中のあれか分かんないけど、若干ちょっと角が折れちゃってますね。はい、ではいよいよ 3DS をいきたいと思います。まあといっても DS 自体はあれだね、 DS 自体は XY の時に購入したものがあるんで、今回買ったね本体はちょっと使わないので開封をしないんで、箱だけお見せをしたいと思います。箱の状態のままお見せをしたいと思います。実際この XY の時に買ったねポケモンセンター限定の御三家と、ゼルネアス、それから裏側にはイベルタラのシルエットが載ってるこのゴールドカラーの 3DSLL があるんで、まあ、これ使っていくから、今回買ったニュー 3DS はとりあえずは保管用でございますね。かっちょいい。はい、まずはこちら。はい、これがソルガレオルナーラブラックです。このようなデザインになってますね。はい、でテーマはこんな形で入ってます。一応ダウンロードの有効期限は11月の30までになってますね。短ケチだな。多分3DS のホームメニューが着せ替えられるっていうテーマですね。で多分この中にコードになってるんで、別にこの DS 使わなくてもテーマはダウンロードできるんだと思います。ニュー 3DS をねちょっと持ってないんで、このテーマはどうしようかな、使えない、開けないとちょっと使えないんで、ちょっとまあ考えたいと思います。誰か持ってる人にあげちゃってもいいけどね。はい、そしてもう一つ、はい、こちら 3DSLL のピカチュウイエロー、これは打って変わってすごい可愛いですね。箱もデザインもすごく可愛い。そしてこちらも同じくテーマダウンロードのカードがついております。はい、という形が、今回購入したものになります。ちなみにこれ納品書は入ってるんですけど、値段の振り分けが書いてないので、値段は覚えてないんで、DS の方の値段は割愛させてもらいます。はい、ということで、以上今回ポケモンセンターで購入してきた、カード関連の商品と予約してたポケモンサンムーンが届いたものの、全てをご紹介いたしました。まあ、カードもそれぞれまた、個別にね
パックごとに開封する動画はまた別に上げたいと思います。それから DS の方も、まあ、適当にプレイをやって、気が向いたら編集とかが間に合うようだったらちょこちょこ上げたいかなと思います。で、まあ、結局はまだガオーレの方をたくさんやってるんで、またちょっとガオーレの動画も上げていきたいと思います。今日からサトシ月光河の絆コースが新しく追加になってて、そちらもすでにプレイしに行ってるので、その動画とかも先に上げていきたいかなと思っております。はい、ということでちょっとお久しぶりだったんですが、購入したものをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。